北橋は東京都足立区の荒川に架か,かる東京都道307号大子金町江戸川線の橋である。左岸は足立区港北、右岸は足立区宮城の区域にまたがる。荒川の川口から 16.8km の地点に架か,かる橋町 449m、福院 15m、最大島町 90m の下地式アーチ橋の一種である。 交換チレバーランガーゲタを持つ重軽艦の単純、かつ荷重合成プレートガーダー橋である。歩道は2メートルで上流側下流側ともに設置されている。縦断勾配は250分の1でパラボラ状になっている。また、右岸側アプローチは単純後半桁橋の高架橋に接続されている。橋の管理者は東京都である。また、災害時に、 防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の一般緊急輸送道路に指定されている。共名は足立区内旧村名にちなむ。橋には珍しく、欄干に蛍光灯による降乱照明が付けられている。欄干に衝突する交通事故が多発したために夜間の視認性を上げ交通事故を防止するために設置されたものである。また、O40 系統。 東43系統をはじめとバスの走行経路となっている橋でもある。橋は荒川改修付帯事業として1923年4月21日に木製及び RC 製の橋脚を持つ木桁橋として開通した。橋町434.5メートル、福音5.4メートル。架橋場所は蛇行する隅田川の流路形状から俗に。 天狗の花と呼ばれていた場所のちょうど先端に位置していた。直後の9月1日の関東大震災で損傷したために1925年5月に同じ形式の橋に架け替えられている。橋長441.5メートル、福音7.2メートル。橋面は商番状にコンクリートが敷かれていた。この橋は1959年7月10日。 橋の中央部の橋桁3本を焼く火災を起こしていた。木造橋なので老朽化が早く、昭和20年度から昭和34年度にかけて4,646 46万4000円をかけて、橋の橋脚根型や桁、昭板の一部交換をする修繕が実施され、その後も翌年度に工事費600万円をかけて、桁の取り替え工事が実施された。 1959年9月9日の交通状況の調査によると、橋の利用は、橋町の関係で自転車の利用が最も多く、その台数は6002台を数え、他は徒歩が405人、荷車牛馬車が70台、原付き、自動二輪車が2825台、乗用車が1081台、乗り合い自動車498台、 貨物自動車が5471台、特殊自動車が134台であった。現在の橋は約300メートル下流に架け替えられたもので、東京オリンピックの工事の影響もあって工事が遅れ、着工から5年半の時間を要したが、1966年6月21日、開通した。走行費は約11億 8, 万円が投じられた。 ランガーゲタは、ベントコーで桁を支持しながら、キャリアクレーンを用いて仮設された。開通式は、特教祭で同日地元の人80名が参加する、中局をされ、鈴木俊一東京都副知事による、テープカットが取り行われた後、渡り染めが行われ、同日14時から橋の一般供養が開始された。開通後は、川上の急業は、全面閉鎖され、 解体撤去された。ただし、取付道路は、橋の両爪めは、民家が密集していて、用地買収が遅れたため、左岸側がまだ未完成で、1967年においても、その計画は具体化されていなかった。戦後頃まで五色桜の名所である国指定名称の荒川堤が、付近にあった。ワシントンに桜が植樹されて100年目を節目に、区は、 その復活、整備事業を行っている。ありがとうございます。